円運動5つの手順で全部解くことができるというか力学はすべて基本この5つの手順それが理解できているか確認する問題です状況アイスクリームのコーンみたいにこの円錐をひっくり返して内側がくり抜かれているその内側コーンの内側にボールがくるくるくるって回っているそういう状況はいまずは問題を読んで自力でやってみよう。 では確認していこうまず5つの手順皆さん言えますか言えない人は概要欄の再生リストから確認1が軌道ですこいつはここをぐる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 回る円軌道そして軌道の中心が円の中心そしてここの部分が半径 R になる次 2つ目が力力の矢印はまずは重力と接触力重力は何も考えずにこんな風にし円直下向きに M 字を書けばいい接触力周りを触るいていていてこの面と接しているって分かるそしたら面から受ける力は垂直抗力こんな風にして書けばいいちゃんと自分で置いた文字は 面がボールを押す垂直抗力の大きさを n とすると定義しようちなみによく垂直抗力を n とするって定義する人もいるんだけどえ正確には垂直抗力の大きさを n と置いてますはい向きはこの矢印のこの向きで表現していてこの矢印の長さを n って置いてるわけねはいでは次いきましょう え3つ目の手順は何ですかそう軸の設定だった軸は加速度運動する方向に、X、軸を取ればいいだからこの図で言うと円の中心方向の加速度を持つからこっちに、X、そしてそれに垂直上向きに、y、軸を取ればいい今、y、軸はこんな感じちなみにこれは問題になっている、X、軸方向は加速度運動している 加速度の方向に X 軸を取るんだねだから立てる式は運動方程式だよ Y 軸方向は静止している Y 軸方向にこれ高さ変わんないね上下に動かない静止だから力の釣り合い次4番目の手順は力の分解ということでこの n を分解してあげるこっちの成分とこっちの成分 ちなみにここの角度が θ。ということはここの角度は9 0、まあ2分の π を使った方がいいね2分の π 引く θ。で今度ここ直角だから2分の π なんだよね。ってことはこっちが θ です。うん。ということはこれ消すね。これ ncosθ と nsθ って。 分解ができたこれが定数45番目が立式でしたはい立式するとこのようにしてなるんだけども運動方程式ね2つありました m r 乗イコール f と m r 分の v 乗イコール f 今この問題文では v 教えてねって言われてるからこっちで立てると v が求まりそう今オメガを教えてねとは言われてないからこっちの方がおすすめだからこっちでも立てる そして、R、分の v 乗イコール、F、はい力 F は、x、軸方向の力を見たらいい。だからこれとこれとこれ今3つの力あるんだけど、x、軸方向ってこっちだからはい、この n コサインシータこれだけだね。そして x 軸のプラスの方向の向いてるからこれはプラスの n コサインシータだね。 はい、力はこんなふうにしてもうねえ分、ー、かんないじゃないちゃんと x 軸の合力を書けばいいからそして半径 r ここは半径 r なんだけど、えー、この r って先生どういうことですかっていうことを、えー、よく分からない人が出てくるので解説していきますまず今こういう状況なのそしたら半径 r って制限だよねシータの大変のことを制限という制限は 斜辺かけるサインシータでも止まったでも今斜辺の長さが分かんないよっていう状況はいそれがここね半径 r は制限で斜辺サインシータだけど斜辺が分からないこんな時分かっている辺の長さに注目しよう分かっている辺の長さはこの h と r この関係はサインコサインタンジェントのどれに該当する タンンジェントだっててみんな気づいいほしいわけ。分かりにくい人はこの図をこっちに変形するそしたらこれ分のこれであタンジェントだ h 分の r がタンンジェントだってことは私たちが知りたい r イコールに変形すると h タ,ンジェントシータって半径が求まるこれがちょっと難しいねでその半径が今ここに入ってます。OK でしょうか 次行きまししょょう。う。Y 軸方向の力の力り合い。いいこれはいいでしょうそして1番2番求めたい文字に二重線引っ張ってください分かんない文字は一重線ですそしたら1番は2種類の文字で解けない2番は1種類の文字しかないから解ける分かんない文字がねだから2番から n= イコールって求めてそれを1番に代入するもう簡単だね中学の連立方程式をあと解くだけという感じですよはいそして V0 についてあとは計算をしていく。m は約分。そしてここタンジェントシータっていうのはコサイン分のサインシータで、ちょうどこれ約分できるね。はいコサインとコサイン、サインとサインで約分できて、この形になっていく。V0 は速さだから0より大きい。そして周期の公式を使う。 当然これも V が分かってるんだからこっちを使うわけだからいちいちもう2つ書かなくていいんだけどねうん。で H は分母分子にあるからルート H2 乗ってしてあげて2乗とこっちの1乗の部分が消えるこの形になる。たルートはちゃんと時々ルートここまで伸ばしちゃう人いるんだけどこれ分かりにくいからあと こういう中途半端に伸ばす人もいるんだけどこれもタンジェントまで入ってるじゃないかって言ってもう0点になっちゃうからねちゃんとルートここまでだぜってやってほしいの。じゃあ先生と先生とそんなことならないためにはこうしたらいいんじゃないですか2タンンジェントシータルートール GH これでもいいんだけどタンジェントし角度の部分がここまで入ってんのか。 角度の部分がここで終わってんのかが若干分かりにくいまあ分かるけどねだからタンジェントみたいなのは一番後ろに持ってきてもう角度はこいつしかいませんよって分かりやすくするのだから途中にルートが挟まってきてルートがどこで切れてるかっていうの記述の時はちゃんと書いてあげてね OK? まき、あ、まあ、まあ、マークだったらいいんだけどねはい ということで私もあえてこのちょっとちょっとこう上げてますねはいこんな風にして解いていってくださいどうでしょうか改めてこの5つの手順通りに私はただやっただけです理解深まりましたえー、っていう人もう一回5つの手順書き出そう書き出してその通りにできるかやってみよう理解が甘かったらもう一回そこ あなんこれはこうだからこうなんだっていう理由をもう一回自分の中であ x こっちからじゃなくてなんで x がこっちかあ更新方向に加速度運動だからかっていうふうにして理由を確認しながら理解してくださいそれで理解できた人は次の動画に行ってくださいいい感じです